この前は大変な目に遭ったわ。まだ二郎先生の方が数倍マシだわ。もっとまともな人とデートしたいものね。悪魔め。よし、今日こそ楽しい理想のデートにするわよ。ってことで、今日はこいつよ。やあ、リナ。一番ヤバそうなやつ来たー。こいつの名前は佐藤大二。私が通ってる高校の教頭先生。私が動画のためついノリで好きって言ってしまった男なの。正直期待値ゼロ。すっかりその気になっていて。はぁ、あ、とりあえず今日は我慢してデートするか。今日はいい天気じゃな。そうですね。危ない。え、早く引かれるところじゃったぞ。リナはこっちを歩かんかい。わしが守るけ。ありがとうございます。案外できる男じゃない。腹が減ったの。そろそろ飯にするか。はい、私もペコペコです。どうせじじくさいお店にでも入るんでしょ。え、なんで、こりゃ教頭先生ってもう年でしょ。こんな若者が行くようなカフェをなんで知ってるの。もしかして誰かと浮気してるとか。そんなんじゃ。リナ、え、どうしたんじゃ。あ、なんでもないです。私はハンバーグで。おお、うまいな、これは。初めて来た店じゃが、大当たりじゃの。え、教頭先生来たことないんですか。じゃあなんで。そりゃ、彼女に喜んでほしいからじゃろ。え、そのために、若者が好きそうな店を下調べして、うわぁ、余計なことまで喋るところじゃったわい。教頭先生、今日はとても楽しかったです。ああ、わしもじゃ。じゃあゆっくり休んで、またお前の元気な笑顔をわしに見せておくれなのじゃ。だいぶありかも。はい、どうも、うみです。本日も桜スクールシミュレーターやっていこうと思います。今回はりなちゃんと思いきや、こちら小学生女の子を使っていこうと思います。こちら使うのは初めてですね。相田美桜ちゃんでしたよね、名前。はい、美桜ちゃん、相田美桜ちゃん。はい、ね、先ほどね、ちょっとお試しで使ってて、このね、魔法を使えるんですよね、美桜ちゃん。で、遊んでね、使ってたら、この弟くんに警察呼ばれて、今ね、敵が二人。ちょっと待って、どうしたの、どうしたの、どう、やばいやばいやばい、あ、死んだ。なぜか知らんが死にました。なんで、リナちゃん何してた。リナちゃんは一体何をしてたの。なんか銃を持って、な、乱発してたよね。もしかしてあれかな、リナちゃんで遊んでた時に、車にはねられてたから、その車に仕返ししに行ってたのかな。え、コンピーにさせたらそんな、勝手にそうなるの。ちょ、リナちゃん今どこにいる。こんなとこいる。リナちゃん、何してんの。ちょっと、リナちゃん追跡。ほら、もう、ミオちゃん怒ったよ。そりゃ怒るよ、こんな子供に。もう、何しちゃってんの。はい、ちょっとサイコパスリナちゃんをね、まあ見れたのは面白かったんで、よしとしましょう。でね、今回はこのミオちゃん使ってね、魔法をね、いろいろ使ってみたいんですよね。どんぐらい強いのかっていうの。なので、でもね、まだアーマーを持ってないから、ちょっと神社で、とりあえず、あれ、お守りを買って、で、はい、神社でお守りを、どれだっけ、ダメージ源を使って、やっぱ桃組かな、桃組だね。桃組でアーマーをね、手に入れがてら、ちょっと魔法使いの検証しようと思います。いでよ、ミオちゃん魔法、ダサい名前が。おお、いや、ほんと強いよねこれ。え、どんぐらい食らって、ちょっと危ない危ない、よしよし、もうね、とっととね、部長じゃない。なんだっけ、組長をね、倒すのがベストなんで。よし、なんか久しぶりだな、桃組倒すの。え、魔法使えば多分いけ、あ、すごい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 、もう魔法すごい、ちょっとね、本当に強い。え、これ最強すぎない。え、もう乱発しまくればいける、いけるいける。え、余裕、絶対余裕。え、死んだ、あ、まだ死んでないか。さすが部長。もう部長になった。あ、よし、
あ、組長まだか。生きてたか。くそ。いやでももう生きるよ。え、もうみんなにこう攻撃できるんだよ。あ、ついていくしさ。強すぎでしょ。え、待って、ミオちゃん一番最強説。だってね、ミオちゃん体力も相当やばいからね。めっちゃ強いよ。あ、死んだんじゃない？あ、まだか。強いな。あとどんぐらい？早く。ちょっとカットしようかな。じゃあ、組長を倒すところまで。カッティング。はい、組長はね、無事倒したんで、残りね、この雑魚どもをやっていこうと思います。最強ミオちゃんで。マジ強。このね、弾たちでね、全部ね、全員に当てれるからさ。もう適当にね、乱発しとけば、勝手にね、追いかけてくれて、勝手に死ぬんですよ。もう4人だもん、あともう。さっきまであと10何人いたのに。強っ。え、待って、マジで強い。恐るべし、ミオちゃん。こんな子供、小学生、女の子が。これは、え、待って、なんか動いてない？え、どうしたの？どうしたの？ねえ、大丈夫？大丈夫かい？大丈夫か？あ、大きいと。消えたー、消えちゃった。あと敵はどこにいる？ちょ、残りを仕留めますから。あれ、いない。残りが多分どっかに行ってるね。どっかに行っちゃってるんで、ちょ、探して。あ、いた。一人発見。どこだったかな。こっちだね。どこにいる？いた。一人いました。じゃあ、これを、とりあえず、もうね、集中的に、おら、もう、攻撃させる暇も与えない。みほちゃん、つえ、サイコパス、ちょっとサイコパス。かわいいけど、あ、よしよし。はい、あと二人。あと、いや、これで倒したのか。あと二人はね、警察をね、さっき敵に回してたから、そうだ。はい、じゃあ倒しました、桃組。もう、楽勝。マジ楽勝だったんだけど。え、もう、強。ミオちゃん最強。ねえ、さ、またさ、変なことしてるんだよね。ゆうたくん、変なことしてる。ね、今日みんなどうしたの？りなちゃんも。なんで、どうしたの？これ、あ、間違った。そう、回復させようと思って、これヒールがあるんでね、もう一つ魔法で。で、ちょっとゆうたくんが怪我してるからね、ゆうたくんどうしたの？そんな悪ガキになった。いや、ね、怒られる。それ警察行き。誰に怒ってんの？まあ、とりあえず、ちょっと回復させますね。これ回復するんで。ほら、回復した。回復したよね。痛い。え、ビジュマイク、どっから出てきたの？今日はちゃめちゃ。よし、マックスになりました。はい。ちょっと、もう何してるかわかんないから、ほっときましょう。ビジュマイクどうしたの？あ、警察行ってる？どうしたの？え、なんで大丈夫かい？大丈夫かい、ビジュ。お兄ちゃん。ああ、何してんの？やばい、ゆうたくん。いろんな人敵に回してる、マジで。本当に自滅してる。待って、何がしたいの？本当に。ちょっと一回ゆうたくん使って、この人のステータスを見よう。何どうしたんだろう。まあいいや、面白いから。はい。まあお好きに、君の人生、君が好きなように生きるがいい。ちょっとね、回復はしてあげよう。食らってなかったけど。はい、喧嘩はほどほどにね。